どうも高木です。無料相談はコスパが悪いって話をしたいんですけど、友人の場合はですよ、友人の会話をする場合、あなたの知りたいことを相手に聞いていると聞いた場合は、相手の時間を取ってしまうし、自分自身の時間も取ってしまうわけですよね。で、詳しく知りたければ知りたいほど時間を取ってしまう。で、ウェブの場合、ネットサーフィンっていうんですかね、さらーって知りたい情報を見ていって、あれない、このページもない、このページもないってやり続けてはね、時間が取られてくる。で、いい情報に出会ったと思ったら、あんまりね、薄っぺらく長い情報が載ってたりする。まあ、たまにいい情報載ってるかもしんないけど、それは多数見てる情報の中の一つだけだから、どれが正しいかっていう判断ができないっていう状況で見てるよね。で、無料相談、プロに無料相談する場合って、まあ、大抵相手はプロだからいい情報をくれるだろう、提供してくれるだろうって思って聞きに行くわけだよね。だけどやっぱり無料までだからね、相手は無料で無料までの情報しか提供してくれないから、あなた自身の聞きたい情報、いくら聞きたいってこれくらい提供してくれると思っても、やっぱり無料は無料なので、そこはね、心に留めておいてください。で、いろんなところで聞きに行くのはいいんだけど、結局のところいろんな情報に惑わされちゃって、どれが正しいんだろうって思ってしまう。だからそういう風に迷ってしまうからこそ、一回ね、立ち読みでもいいから本を読んでみる、で、そして考えてみるってことをやってみてください。チャンネル登録お願いします。この辺りにあるボタンを押してください。